エディアル・バレスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。ヒカルド・アルメーダ BJJ 所属。元 UFC 世界ライト級王者。元ベラトル世界ライト級王者。フィラデルフィアの中でも、治安の悪いケンジントン地区で生まれ育ち、8歳から、父親の下でボクシングを始め、11歳から、レスリングを始めた。高校では、 レスリング、アメリカンフットボール、陸上競技で優秀な成績を収め、バーシティレターを受賞した。いくつかの大学からレスリングで、奨学金の申し出を受けるが、総合格闘技の道に進む決心をしていた、アルバレスは申し出をすべて断り、セメント校として働きながら2003年3月、スティーブン・ヘイグの主催する、ファイトファクトリーに入門し、 同年12月14日にプロデビューした。2006年6月3日、MFC ウェルター級王座決定戦で、デリック・ノーブルと対戦し、パウンドで 1RKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2006年8月26日、マーズで、初来日し、小池秀信と対戦。パウンドで1四個勝ち。2006年12月2日、 バダゴーファイトで行われた MFC ウェルター級タイトルマッチで挑戦者のアーロン・ライリーと対戦し、スタンドパンチ連打で 1RKO 勝ちを収め、王座の初防衛に成功した。2007年4月14日、ボードグウェルター級タイトルマッチで挑戦者のニック・トンプソンと対戦し、カウンターの左ジャブでダウンを奪われ、パウンドで西小負け、キャリア初黒星を喫し,し、 王座から陥落した。2008年に、ドリームと契約を結ぶと同時に階級を1階級下の、ライト級に落とした。2008年3月15日、ドリーム1のライト級、グランプリ1回戦で、アンドレジダと対戦、序盤に、ジダのパンチをもらってぐらつく場面があったものの、直後にテイクダウンを奪い、グラウンドで圧倒して、最後は、マウントパンチで一しこガチシコ勝ち。 この試合は、ファン投票で、同大会のベストバウトに選ばれた。2008年5月11日、ドリーム3のライト級、グランプリ2回戦で、アルバレスが対戦を希望していた弱気無反ンと、対戦。1回戦の自打戦を上回る打ちつ打たれつの、殴り合いを繰り広げ、パンチで2度のダウンを奪い、テイクダウンの数で上回るなど試合を優勢に進めて、3から0の、 判定勝ち。ドリーム市に残る激闘を繰り広げた両者に対して、観客からは、スタンディングオベーションが送られた。試合後、マイクを握ったハンセンが、日本のファンの前で負けてしまったけど、ありがとうございましたと挨拶すると、アルバレスが、マイクで、それは違うと思います。私たち二人が勝者です。と語り、ハンセンもそれに応えて、互いに健闘を称え合った。 2008年7月21日、ドリーム5のライト級グランプリ準決勝で、川尻達也と対戦。序盤に、川尻のパンチをくらいダウンを喫するも、ダメージをものともせずに壮絶な殴り合いを繰り広げ、最後はパウンドで一四個勝ち。しかし、川尻との試合で、眼球損傷及び、目下低骨折の疑いにより、ドクターストップとなり、決勝を辞退した。 決勝には、弱キムハンセンが、アルバレスの代役として出場し、青木シニアを、パウンドで破り優勝を果たした。2008年12月31日、ダイママイト、勇気の力2008で、ライト級、グランプリ決勝で対戦するはずであった、青木シニアと対戦し、ヒールホールドで 1R1 本負けを喫した。この試合で、右足人体帯を負傷し、 2009年1月23日にエクストリームチャレンジで対戦予定であった小谷直之との試合は中止となった。2009年新団体ベラトルと契約を果たし4月3日にライト級トーナメント1回戦に出場グレッグ・ローランと対戦しギロチンチョークで 1R 一本勝ちを収めた。5月1日の準決勝ではエリック・レーノルズに リアネイキドチョークで 3R 一本勝ち。6月19日の決勝では、飛びいまだに、リアネイキドチョークで 2R 一本勝ちを収め、初代ベラトル世界ライト級王座に認定された。2009年10月25日、ドリーム初の刑事開催となった、ドリーム12で、菊野勝則と対戦し、片方目で 2R 一本勝ちを収めた。二千十年十月二十一日、 ベラトル33で、ロジャー・ウェルタと対戦し、2R 終了時に、目の負傷による、ドクターストップで TKO 勝ちを収めた。2011年4月2日、ベラトル39のベラトル世界ライト級、タイトルマッチで挑戦者のパッド・カランと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち、王座の初防衛に成功した。 2011年11月19日、ベラトル58のベラトル世界ライト級タイトルマッチで、挑戦者のマイケル・チャンドラーと対戦。試合開始早々に、チャンドラーの猛攻を受けるも耐え抜き、それ以降は、一進一退の死闘を繰り広げたものの、4R に、右フックでぐらつき、倒れたところに、リアの液ドチョークで一本負け。二度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。 2012年4月21日、ベラトル66で、青木真也と再戦し、青木が右肘打ちを空振りしたところに、カウンターの右アッパーを合わせ、ダウンした青木を、パウンドで追撃して1四個勝ち。約3年4ヶ月越しのリベンジを果たした。同年10月12日、ベラトル76で、パトリッキー・フレーレと対戦し、右ハイキックで 1RKO 勝ち。 2013年11月2日、ベラトル106のベラトル世界ライト級タイトルマッチで、王者マイケル・チャンドラーと再戦。前回同様に激闘を繰り広げた末に、僅差で2から1の 5R 判定勝ち。約2年越しのリベンジを果たすと同時に、王座再獲得に成功した。2014年5月17日のベラトル120の、ベラトル世界ライト級タイトルマッチで、 マイケル・チャンドラーと再戦予定だったが怪我で欠場。その後王座を返上し、ベラトルから離脱した。2014年9月27日、UFC 初参戦となった UFC178 でライト級ランキング5位のドナルド・セラーニと対戦。2R から打撃で押され、3R には再三もらったローキックでダウンを起死し、0から3の判定負け。 2015年6月13日、UFC188 でライト級ランキング4位のギルバート・メレンデスと対戦し、一進一退の攻防を繰り広げて、僅差で2から1の判定勝ち。2016年1月17日、UFC ファイトナイト、ディリシャー VS ・クルーズで、ライト級ランキング1位の元 UFC 世界ライト級王者、アンソニー・ペティスと対戦し、 テイクダウンとグラウンドを中心に攻めて、2から1の判定勝ち。UFC 世界王座獲得2016年7月7日、UFC ファイトナイト、ドス・アンジュス・ VS アルバレスの UFC 世界ライト級タイトルマッチで、王者ハファエル・ドス・アンジョスに挑戦し、右フックでぐらつかせたところに、追撃のスタンドパンチ連打で1四個勝ち。王座獲得に成功し、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。また、UFC とベラトルで王座を獲得した初めての選手となった。世界王座陥楽2016年11月12日、UFC205 の UFC 世界ライト級、タイトルマッチで1階級下の UFC、世界フェザー級王者コナー・マクレガーの挑戦を受け、1R からマクレガーのカウンターに苦戦を強いられ、2R に、 左フックでダウンをキッシュパウンドで TK を負け、王座の初防衛に失敗し、王座から陥落した。2017年5月13日、UFC211 でライト級ランキング9位のダスティン・ポイエーと対戦し、ニアールに手をついた状態のポイエーの頭部に、アルバレスの膝蹴りが入ったものの、レフェリーが、膝蹴りは恋に放たれたものではないと判断したため、無効試合となった。 2017年8月30日、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン26で、ジャスティン・ゲージーと、それぞれのチームのコーチを務めた。2017年12月2日、UFC218 でライト級ランキング5位の、ジャスティン・ゲージーと対戦。一進一退の攻防を繰り広げ、3R に、膝蹴りでダウンを奪い、パウンドで小勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、ゲージーに、 キャリア初黒星をつけた。2018年7月28日、UFC オンフォックス30でライト級ランキング4位のダスティン・ポイエート再戦。2R に反則である垂直方向の肘打ちをポイエの肩に放ってしまい、試合が中断。再開された直後にパンチレインダで TKO 負け。この試合を最後に UFC との契約が満了となり、フリーエージェントとなった。 2018年10月15日、ワンチャンピオンシップと契約を交わしたことが発表された。2019年3月31日、ワンチャンピオンシップ初参戦となった、ワンチャンピオンシップ、A ニューエラのライト級、ワールドグランプリ1回戦で、ティモフィナ周ンと対戦。下馬票を覆され、パウンドで一四個負けを喫した。2019年8月2日、 ナシューヒンが負傷欠場したため、アルバレスが敗者復活で、ライト級、ワールドグランプリ準決勝へ進出し、エドゥアルド・フォラヤンと対戦。フォラヤンのカーフキックに座り込むようにしてダウンするが、スイープからリアネーキドチョークを極め逆転の 1R1 本、ガチ。2019年9月26日。 ザイードアサラナリエフと対戦予定だったライト級、ワールドグランプリ決勝を怪我のために欠場することが発表された。2021年4月7日、ワンオン TNT1 でライト級ランキング2位のユリ、ラピクスと対戦し、1R にアルバレスがラピクスの後頭部にパウンドを放ったため、アルバレスの失格負けとなった。しかし、アルバレスの放ったパウンドは、 後頭部ではなく側頭部に当たっていたため反則ではないという声が多数上がり、カマルースマン、ダニエル・コウミエ、フランク・エドガー等はこの裁定を批判した。その後、裁定がノーコンテストに変更された。スタンドでは常にアグレッシブに攻め立てるスタイルを心情としており、強烈かつ回転力のあるパンチを最大の武器としている。 スタンドの攻防において、打ち合いとなると強さを見せる反面、ガードが甘いためダウンを奪われることが多いが、すぐに立ち直すリカバリーの速さと決して諦めない、ハートの強さを持つ。また、スタンドのみならず、レスリングの攻防にも優れており、テイクダウンからのパウンドも得意としている。ありがとうございます。